左端が少女時代のイレーネ。姉エレナ、妹、エカテリニをイダク、母ソフィア王妃と共に。イレーネディグレチアエダニマルカは、イタリア王族、クロアチア及びスラボニア王とミスラブ二世の妃。ギリシア五名は、イリニ、クロアチア五名は、イレナ。ギリシャ王コンスタンティノス一世とその王妃ソフィアの、次女として、アテネで生まれた。ゲオールギオス二世、アレクサンドロス一世。 パウロス一世は兄、ルーマニア王ミハイ一世の母皇エレナは姉にあたる。1939年7月、フィレンツェで当時スポレート公であったアイモーネと結婚した。1941年5月、アイモーネがクロアチア独立国国王とミスラブ二世として即位したことから、イレーネも王妃となった。百四十三年九月、長男アメデオが誕生するが、 同年10月にイタリア王国が連合国側に降伏したために母子共にナチスドイツに逮捕された。イレーネと生後感もないアメディオはオーストリアの強制収容所へ送られた。その後ポーランドの強制収容所へ送られ、フランス軍に収容所が解放されるまで二人は囚われの身であった。戦後、イタリアを離れ、アルゼンチンへ向かったアイモーネに同行せず、フィレンツェに残った。 1966年の大洪水の際のイレーネの事前行為を称え、トスカーナの首都であるフィレンツェは彼女に名誉市民の称号を送った。1974年、イレーネはフィエーゾレで没死した。遺体はサボヤケ家の霊病のあるスペルガ聖堂へ運ばれ、夫アイモーネの隣に埋葬された。ありがとうございます。